今朝福山市の養鶏場で飼育されているニワトリから鳥インフルエンザウイルスが検出されたことを受け県は施設のおよそ3万羽を対象に殺処分を始めるとともに周辺を通行する関係車両の消毒を進めています福山市にある養鶏場からニワトリが相次いで死んでいるのが見つかったと県の東部畜産事務所に連絡がありました県が遺伝子検査を行った結果今朝 致死率が高い高病原性の疑いがある H5 型の鳥インフルエンザウイルスが検出されたということですこれを受けて県は午前11時からこの養鶏場で飼育されているおよそ3万羽のニワトリを対象に殺処分を開始し午後2時時点で1330羽の処分が完了したということです480人体制で交代しながら24時間作業を続けるということです また県はこの養鶏場の半径3キロ以内の範囲を養鶏場から鶏や卵の移動を禁止する移動制限区域に半径10キロ以内をその地域からの出荷を禁止する搬出制限区域にそれぞれ指定し福山市内の県道などで通行する関係車両の消毒を進めています鳥インフルエンザウイルスをめぐっては先月以降6県で相次いで確認され 今シーズン中国地方の養鶏場で確認されるのは初めてです今回の件を受けて湯崎知事は下野農林水産政務官と会談しこの中で下野政務官は農林水産省として連絡調整を担う職員や原因究明の疫学調査チームを派遣することなどに取り組むと伝えました一方湯崎知事は周辺の養鶏場などに影響が出ないよう 貿易措置に徹底して取り組む考えを伝えるとともに。鶏や卵の出荷が禁止された制限区域にある養鶏農家などへの支援を求めました。今後、影響を受ける、この、養鶏農家の皆様に対するですね。まあ、ご支援であるとか。それから、あの、まあ、原因究明というのもですね、やはりしっかりとしていく必要がありますので。 えー、そういったところでのです、ね、ご支援とかそう,あのそういった面の、えー、お願いをしたところであります国としても県の要望をしっかりと聞きながらできる限りの対応を取っていきたいと考えております県内の養鶏場ではちょうど一年前にも鳥インフルエンザウイルスが検出されました去年12月には三原市にある養鶏場でウイルスが検出され関連する二カ所の養鶏場で 合わせておよそ13万7000羽の殺処分を決めました自衛隊の協力を得ながら24時間体制で作業を進め処分が完了したのは2日後の9日深夜でしたこの時も周辺で搬出制限区域と移動制限区域が指定され搬出制限区域はウイルス確認から26日後に移動制限区域は32日後に解除されました 昨シーズンは広島県を含む各地で鳥インフルエンザの発生が多く確認され全国の養鶏場などで過去最多の合わせておよそ987万羽が殺処分されました今シーズンも他の県で確認されたことを受けて広島県は先月養鶏団体などを集めた緊急会議を開き鶏舎などに出入りする際に靴などに加え手や指も消毒することや野生動物が侵入しないよう 網や壁をを修繕することなどを求めました去年の三原市でのケースでは農林水産省の現地調査の結果こうした対策が不十分だった点も見られたということで建築産加は養鶏場などに対しウイルスが施設に入り込まない対策を徹底するよう改めて呼びかけています。 農林水産省の統計によりますと去年1年間の広島県での鶏卵の生産量は14万トン余りと全国4位です県によりますと県内には100羽以上の鶏を飼育する施設が96か所あり養鶏が大きな産業になっています